おはようございます。こんにちは。こんばんは。一号先です。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。私ね、あのー、今ね、思う、思うのもね、あるんですけどね、いろんな DVD がね、出始めてますね。三浦春馬さんのね。でもね、あのー、正直言って、嬉しい反面、寂しい気持ちもあるんですね。 今、キンキーブーツの t の DVD をなんとか出したいねっていう動きがツイッターとかでも流れてるんですけど、私もキンキーブーツ見たことないので、ぜひ見てみたいと思います。見たい、見たいと思ってます。で、あの、ミュージックフェアで、春馬さんが、あのね、その時の歌を歌ってた時にですね、 まあ、キンキーブーツとのお別れを予想してたのかななんか、涙が右目からポロリとこぼれることがあって、なんか彼の中では、やっぱりこの、この間動画あげた指輪とかもあ上げたんですけど、こう、ね、今の自分がずっと続くんではないんじゃないかっていうのが、 あったのかな覚悟っていうかなんか不安っていうか思いっていうのが複雑なお前があったのかななんて思っています。でまあね「あの緊急ブー o もねあのよかったらね g p カ化とかしてもらったらいいのかなと思うんですけどでちょっと今見てたのがやっぱり。 大阪の勢町の鶴瓶,に鶴瓶の「家族に乾杯」っていう NHK さんのやつなんですけどその時のねあのヨガをやってる春馬さんとかあと日本酒を飲んでほろ酔いになっちゃって顔を真っ赤にして「ね鶴瓶さんどこ行くの?」みたいに声をかけてる春馬さんが可愛くって。 なんかねあのもし可能だったらね再放送してもらいたいなって思っています。で2021年のイケメンランキング後半版の方でね ま、あの募集応募する方法は他の YouTube 私の過去に挙げた YouTube で貼ってありますのでそちらからご,ご確認くださいで、えー、っとハンサムフェイスの方もまだじゃんじゃんやってます皆さんもご協力いただいてねえ是非1位になれたらいいなと思ってますインスタグラムとかツイッターでの方法もありますので ぜひともそちらご確認していただいて応援してください。よろしくお願いします。一号先ね若い頃はねあのアメリカとかで、ね、あのヨーロッパとかいろんなとこもあってねあのホームステイをしたこともあります。ね英語苦手なんですけどねもう本当に全然わかんないんですけど。 まあ、あの時は結構英語もねあの普通にしてたんですけどうんとなんかアメリカはすごい本当怖いですねあの若い女性とかあと日本人の女性黒髪の女性結構人気が高いのであのちょっとねあの一人でふらふらするのは本当に危ない。 感じです。で、日本の若い女性なんかも、日本のね、感覚でね、海外に行って会うと、ちょっと気をつけてもらいたいなと思います。で、あのー、おむつでしてた時も、車に乗って出ることしかしなくて、で、なんていうかな、敷居から外までは、 敷式の外までは、あの、外出ないようにって言われてました。何があっても困るので。で。あの。本当に危険なんですね。で。あの。本当に今回ね。そのままアメリカっていうことになっちゃうとね。まあ、莫大なね。あの。警備費用っていうのは、日本で暮らすよりも。 3倍も4倍もかかっちゃうんじゃないかなって思っていますそれ。それぐらい危ないかなって思います。でまあねちょっといろいろ診断が出てるみたいですけどそちらの方もまあね出てるとねあのアメリカは入国ができないビザが取れないっていうふうな感じが大みけしてます。 またそれをねそうでもないのにねあの診断をしてしまう医師が診断してしまうっていうのもまあねそれもね医師も罰則があると思いますのでまあねないと思いますけどね、まあ、ちょっとね様子を見ていきたいと思います。明日日ですすね夜ねねね夜あああののれやってます、ね、あの日本沈没、ね あのどうなんですかねこのドラマがなぜここで、ね、今までもいろいろ再放送とかされたみたいなんですけどなななぜここで、ね、こでののドラマが出ててきたたかななんて思ったりしますもしかしたらメッセージがあるのかもしれないのであまり視聴率を稼ぎたくないのでちょっと後で録画してみてみようかなと思ってます。 ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。何かご意見ありましたら、えっと、ツイッター、いちごうさげチャンネルでも、あのー、情報をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。